回ですけど、白雪姫のスキルマを使ってみたの動画になります。こちらね、出てきた小人をタップすると、周りのツムが消去するというところでね、タイムボムをね量産できる、ツムということをガチャ引く前にちょっとプレイしてみたところ気づきました。なのでこのねツムね、ワンチャンスコア出しに使えるというところで、はい、まあちょっとその強さをね見せていけたらいいかなと思うんですけど、まあ、何分ね全く使ってないので、はい、全然使いこなせないと思うんですけど、それをね前提に見ていただいて、いやこれ強いんじゃないというのを感じ取れていただければねいいかなと思います。まあちょっとねまた練習してね、ガチのねスコア出しの動画とかもね上げてみたいと思っておりますので、まあ少々ねお待ちください。そのお楽しみに。さあどうだ。おお、3つはでかい。よし、いいっすね。OK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 。 今のところ順調。多分ね、自分全然使ってないんですけど、それでもですね、1000万は多分軽くいくと思うんですよ。まあ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 、まあ、いいっすね、いいっすね。今のところ割と順調な気がする。うわー、ちょっと待って、スキルゲージがさ、ミスったー。 OK、 いや2個はでかい、2個はでかい。ちょっと待って、意外とスコアが出てないぞ。あ、気づいた。ちょっと待って、ダッチェスが全然育ってない。これダッチェスが全然育ってない説。いやでも1000万は俺は超えてみせる。大きい。いやー、スキルゲージストップできんかったか今。いやー、ちょっと待って、タイムボム不足。タイムボム不足だよ。いや1個出たけど、オッケーオッケーオッケー。スキルループはねでかい本当に。おおおおおお、いいっすね、いいっすね。あぶねー。これでタイムボムが出てくれれば、オッケー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 。だけどうーみたいな。オッケー、まあ930の、おー、オッケーオッケーオッケー。まあ1000万はいきましたね。はいはい、まあこんな感じで
全然使いこなせないですよ。私まだ使い始めて間もないんだけど、それでもね1350万出て、はいはい、まあタイムボムのね運もあると思うんですけど、まあ運よくねタイムボムが出れば、まあ、2000万もね夢じゃないんじゃないんでしょうか。はい、という感じで、はい、皆さんもねこの隠れ共通もねぜひね使ってみてください。よろしければねチャンネル登録高評価お願いします。あとねまた練習してねまた動画出してみたいなと思っておりますのでね、ぜひぜひ、楽しみにお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。